今度マジで殴ろう。なんだこのラグビー場は。特級呪物。いや勝負するんだよ。何勝負からであれか、全員先輩と同じタイプかな。ブツの気配。おいお前、呪術高専の伏黒だ。少し話がしたい。今拾ったわ。続けるぞ。いや、呪力のない人間にはまず無理だ。普通はな。右、近道だ。そいつ、お前はここにいろ。俺も行く。ここにいろ。呪いが放たれた。相変わらず気配がめちゃくちゃだ。邪魔だ。玉剣。食っていいぞ。そいつ死ぬぞ。呪いの数が増えてきた。近いな。見つけた。くそ、人間いたのに。お前怖くないんだな。は？逃げろ。くそ、頭もいたのに。あいつは連れて逃げろってのがわかんねえのか。呪いは呪いでしか払えない。お前じゃ勝てないんだが。俺によこせ。お前もこら。やめろ。お面少なの指。特級呪物だぞ。猛毒だ。確実に死ぬ。最悪だ。最悪の万が一が出た。呪術規定に基づき、虎杖悠仁、お前を呪いと見せやーった。めぐみ、これ持ってて。これを。菊水庵、菊服。人が死にかけてる時に土産じゃな。後ろさせたの。死なせたくありません。市場です。何とかしてください。ボロボロの伏黒が指届ける絵面はウケるけどな。確かに。伏黒、今度こそ元気そうだな。空室なんていくらでもあったでしょう。授業と任務で十分です、うん、ありがた迷惑。おお、ちゃんとしてる。だから迷惑だっつうの。3人目の1年生を迎えに行きます。それだけマイノリティなんだよ、呪術師は。名前だけって、私偉そうな男って無理。実見たことあるでしょ。払います。待って。え、じゃ、行こっか。待て。重力による衝突領域の展開。こんな大きなものは初めて見た。扉は。こいつが出入り口の匂いを覚えてる。緊張感。やっぱ頼りになるな、伏黒は。進む。あと2人の生死を確認しなきゃならん。その遺体は置いてけ。後にしろじゃねえ。置いてけって言ってん。俺にはない。だが自分が助けた人間が将来人を殺したらどうす。いい加減にし。バカな。呪いの気配は玉剣が。逃げるぞ。釘崎を探すのはそれからだ。間違いない。特急だ。動けねえ。虎杖。ええ。死ぬなよ、虎杖、釘崎。武術じゃない。ただ呪力を飛ばしただけだ。伏黒、伏黒、伏黒。なんとかなる。玉剣。釘崎を探せ。あいつがもしもの時は。死なせたくありません。至上です。何とかしてください。俺にはあいつを始末する責任がある。それは電話じゃなくて五条先生のせいだ。あとは虎杖が無事に戻れば。残念だが奴なら戻らんぞ。何を。中にいたあの特級呪霊が取り込んでいたのか。あの時と立場が逆転したな。その結果自分が死んでもな。そういうやつだ。腕が治ってる。自由反転術式が使えるんだ。できるか俺に。ねえ、やるんだよ。使おう。術師本人が向かってくるか。おっとオロチ、畳みかけろ。広く使おう。どうする。消毒領域を抜けるのに式紙一通り使っちまった。極拳しろとオロチは破壊され、今さらバレたところで問題はない。ならなんだ。まあバレバレか。じゃあなんで俺は不平等に人をうるべゆらゆらやつか。言っておくが俺は呪術師なんだ。お前の真実は正しいと思う。でも俺が間違ってるとも思う。全員先輩、別に臭くない。お日様の匂いって感じですね。仲間たちは違います。せめてこれを。術師としてどんな人たちを助けたいですか？あ？別に私のおかげで誰が助かろうと知ったこっちゃねえよ。聞かなきゃよかった。あ意外としっくりきますね。獲物で近接を補うのは賛成ですけど、術式上両手はパッと開けられるようにしたいんです。刀とかも鞘に収めるろ見つけあれは俺には特級に勝てる可能性があったと、そういう意味だったんだろうか。なんとかなりそうです。なんでこっちいるんですか、全員先輩。あ、やっぱり。何が言いたいんですか。伏黒とか言ったか。うん。女の趣味を話さないといけないんですか。そうよ、むっつりにはハードル高いわよ。お前は黙ってろ。ただでさえ意味わかんねえ状況が余計ややこしくなる。これでお友達だな。早く答えろ、男でもいいぞ。ねえ、呪術高専って4年生でしょ。交流会は3年までなんだよ。へえ。俺なりの優しさだ。今なら半殺しで済む。答えろ伏黒、どんな女がタイプだ。なんだこれ、大喜利かよ。ムカつくけどいいな。釘先は丸腰だ。揉め事は避けたい。別に好みとかありませんよ。その人に揺るがない人間性があれば、それ以上は何も求めません。うるせえ一目見た時からは。もしかして頭の中身までパイナップルなのか。東堂、あの東堂なのか。一級には使ってねえのかよ、化け物が。安心したよ。ぬえプラスガマ。制定知らず。相手はゴリゴリの近接タイプ。距離を取り拘束する。礼に漏れず。そこまで言うならやってやるよ。ああ